今回こそはちゃんと推理できます。話し合い、さてさて、早速話し合いを始めましょう。今回の事件は今までと違ってドッペルゲンガーの正体はもう分かってるんですよね。今回のドッペルゲンガーは九条慎之介くんだよね。もうドッペルゲンガーは九条慎之介ってことでもう確定でいいんか。うん、ドッペルゲンガーの正体を分かっているから、あとは彼の動機さえ分かればいいってことか。でも今回はその動機が特に謎なんだよね。まあまあ、そのためにもまずは事件の整理をしていきましょうか。今回の事件は街でヤンキーが次々と襲われるっていう事件でしたね。うん、ちょっと忘れがちになるけどさ、なんかがあってヤンキーが襲われてんだよな。ヤンキーだけが何かがあって襲う必要がある。ごめんなさいで、そうやな、ヤンキーのこと襲うんやけどさ、襲うときにごめんなさいって言おうからな。そのごめんなさいがさ、誰に対しての言葉なのかっていうのもちょっと重要。襲うヤンキー相手にごめんなさいって言うもおかしいけどさ、多分さ、多分ヤンキーにはよらんのだろうな。多分なんかの懺悔のつもりでこのヤンキー襲いようにやろうけど、その懺悔の相手誰なんだろうな。だとしたら証言などから最初は獣の仕事だと思っていましたが、実際はトラグラの服を着た新之助くんの仕業でした。ただこの事件で奇妙だった点といえば、新之助くんが泣いて謝りながらヤンキーを襲っていたというところの点です。おう、何のためにあんなことをやってたのかさっぱりだ。私たちも目の前でその光景を見てたけど、ごめんなさいだ、泣きながら殴ってる様子はめっちゃ不気味だった。うん、今回の事件において奇妙な点といえばもう一つあったよね。それはさゆり先輩としんのすけくんの関係だよ。二人は昨日の夜公園で会っていて、最初はいい雰囲気だったけど、しんのすけくんが泣いて謝りながら先輩にお金を渡した途端、先輩も泣き始めて怒って帰ってしまったんだ。うん、絶対さ、このしんのすけくんとさゆりさんのと共通の知り合いをおって、その知り合いに何かがあったからこそしんのすけくんがなんか自分を追い詰めてこういうお金を渡すみたいな方向に持っていってしまったんだろうな。とすれば、ちょっと考えられる可能性としてよくありそうなんが、さゆりさんの弟とかさ、弟がなんか、しんのすけくんのせいでどうにかなって、それの罪滅ぼしみたいな感じで、一挙るかもしれんな。そんな感じはする、俺の予想では。あのお二人の会話は、はたから見てて、かなり異様だったよな。一体二人の間に何があったんだ？まだ動機が見えてこないな。とにかくこれからの尋問でその動機を暴かなきゃ。そうですね。よし、もう準備は良さそうだな。それじゃあ第3回絶望裁判開演です。よっしゃ、今度はちょっとしっかりやるわ。今度こそはか。絶望裁判開始。泣きながらヤンキーを襲っていたのはなぜか。そう、犯人じゃないよな今回。回答文どんな感じになるんだろうこれ。新之助はさゆりに何々を抱いていた。あー、この文だけで言うたら一番は好意とかだろうな。その理由は自分を恨んでいたヤンキーに腹いせとしてさゆりが自分を恨んでいたヤンキーに腹いせとしてさゆりが何々してしまった。ん？それによりさゆりは大会に出られなかった理由があるんじゃ。大会に出られなかった理由が自分のせいにあるんじゃって思っとったわけじゃ。さゆりが大会に出れない理由がしんのすけのせいだと、そういう話になるんじゃ。自分を恨んでいたヤンキーに、しんのすけのことを恨んでいたヤンキーがおって、そのヤンキーに対して腹いせとしてさゆりが、
さゆりがなんか怪我させられてしまって、それがせいで大会に出られなかったみたいな感じになるんかな。だから何々、ああなんかさ、罪滅ぼしのためにヤンキーを手当たり次第に襲った感じ。じゃああのお金ってもしかしてほんまに慰謝料だったんかもしれんな。あ、ってことは第三者のさ、サユリの兄弟とかそういうのがおるわけでもなく、サユリ自身になんかひどいことしてしまった感じなんかな。ちょっと回答欄も、あ、これはダメだ。よっしゃ、質問ぶつけていこう。重要な質問を探して、重要そうな質問を探して、このカードのレベルを上げていきたいわけな。過去に後悔していることがありますか。後悔、あ、これも重要そうな気がするな。サユリのことが好きですか。好きだろうな多分。悪いことをしましたか。してない。あなたはよく泣きますか。泣かないけど泣い、今回は泣いてしまった的なところある。襲ったのはさゆりと関係がありますか。これ重要ぞ。これ引いてさ、確信つけんかな。ついたー、よっしゃー、狙い通りじゃ。関係あるわな。関係あるし重要だわな、これ。というわけで、レベル2ドロー。さゆりがマネージャーに抵抗した理由は怪我ですか。これ重要そうだな。いきなり重要そうなのも出ていいんだな。これいく。これは確信つけるんちゃう。はーい、でかい、すごい、すごいぞ、節計さん。すごいぞ、節計さん。今回の節計さん、すげえぜ。もう2枚めくっただけで、すでにさ、レベル3出ちゃった。レベル3。これはさゆりはヤンキーに襲われましたか。これも、もしかして重要かな。もう回答文見たら、完全に襲われた感じになっとるけど、確信を迫る質問になるんかな、これ。いや、もうレベル3まで出たってことは、もうこれだけで回答するにふさわしいレベルになっとうかもしれんな。ちょっとあえてさ、多分これで回答しても多分正解しそうな気がするんやけど、あえてとカードをめくってどんな質問があったのかって見てみようかな。ちょっと気になる質問もあったな、確かさっき。これ、スカイユリのことが好きですかって。これ聞いちゃいますか、みんなさ。多分好きって答えたになれそうだけど、好きですよね。あなた、サユリのこと好きですよね。ですよね。なんだこれ。なんかちょっと、いやらしい感じになってるな。ちょっと、レベル3もう一回、他にも見てみようかな。そりゃ思うとだろうな。うん。他にもどんな質問が出てくるかちょっと見てみよう。事故でしたか。事故じゃない。ノーだろ、これは。そうだろ、もうわかるわ、もう。ここまでヒントをめくったらもうわかるわ。実質24とかそれぐらいで答えれるな。さゆりに好意やな。恋心。あ、そうか。多分この一番は、まあ見た感じで恋心に見えるんやけど、それを絞り込むも質問の中であったんじゃ。好きでしたかみたいな質問があったけんね、さっき。罪悪感、不信感、嫌悪感、まあ、でも、抱いていたって聞いたらさ、一番ピンとくるんって恋心やけんな。そんな気がする。あと、その理由は。あ、恋心ちゃうで。罪悪感かな。恋心に見せかけて罪悪感だから、これ。その理由は自分を恨んでいたヤンキーに腹いせとしてさゆりが襲われてしまった的なが、つまり罪悪、ここ好意って恋心って、あ、もうなんか俺頭の中パニックになったよ。正解まで、もう正解までさ導ける状況なのにさ、俺頭の中でパニックになってるわ。つまりあれや、罪悪感やな。罪悪感を抱いた。その理由が自分を恨んでいたヤンキーに腹いせとしてさゆりが怪我させられてしまった。襲われてしまったか、今回の場合。選択肢的には奪われてしまった。恋をめぐった争奪戦みたいになったの。襲われてやな。で、それによってサニュリが怪我をした的なところだろう。妊娠とかあるんやろ。でも怪我だろ。足怪我しとったのかな。まあ怪我だろ。で、大会に出られなかった。だから、復讐やな、これ。
気分転換ってひどいな。気分転換のためってな。ちょっと笑ってまうやろ、復讐。いけー、はい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 。あ、今回が何だったな。やったぜー。レイ。やったー。でもあれか、よくよく考えてみたらさ、これまで失敗しとったんでさ、犯人が誰かっていうところで失敗しとったところがあるけんさ、もう最初から犯人が分かっとる状態だったらさ、こんなもんなかな。何せよランクエース来ました。今回さらっといけたね。よっしゃ楽勝よ。しかもさ、何気にさ、スタート画面におる人、被害者かドッペルゲンガー説にはあっとるからな、これ。当てる必要が今回はなかったけど、ドッペルゲンガーだったな。今回のドッペルゲンガーはこの人でした。とはいえ、話の流れからしたらさ、もしかしたら実はドッペルゲンガーではありませんでしたって流れも頭の中にあったけど、そうじゃなかった。ほんまにドッペルゲンガーだったからな。よっしゃ、何にせよ今回は楽勝だったわ。九条慎之介くん、君がやっていたことはシャリー先輩に対する罪滅ぼしだったんだね。だから泣いとったわけだ。ごめんなさい、ごめんなさいと。サイリー先輩に対してのごめんなさいだったんじゃ。ああ、そうだよ。サヨリと俺は、実は、幼馴染なんだ。あ、そうなんじゃ。あの真面目そうなサイリー先輩と、あだが意外。なんだと。うわぁ、ごめん、なんでもない。サヨリはガキの頃から俺のことをいつも心配してて、よく俺の家に来て学校に来いと指示してよ。本当に世話焼きのやつだったんだ。だがそのせいであいつは怪我をさせられてしまった。先輩が世話好きだから気がした。どういうこと。俺は昔から喧嘩ばかりしていて、いろんなヤンキーたちをぶちのめしてきて、だから、いろんな奴らが恨みを買っていたんだよ。そして、そのうちの誰かがサヨリを俺の女だと勘違いしやがって、夜道でサヨリを襲いやがってんだ。直接俺に復讐しても叶わないと思ったからだろうな。わあ、小さい男だな、そいつ。そして、サヨリは足を怪我しちまった。だから引退したんだ。マネージャーに転向したんだ。そういうことか。あいつの怪我は結構重傷で、高校最後の大会にも到底間に合わないほどの怪我だった。そっか。だからさより先輩は急遽マネージャーに転向したんだ。ああ。さよりは最後の大会は絶対に優勝するって。あんなに一生懸命練習してたのに。俺みたいなバカのせいで、あいつの努力が無駄になるなんて。そんな自分が許せなくて、でもどう償えばいいかわからなくて、そしてオールドユートップルゲンガーが生まれたんだ。そうか、それの償う方法が復讐だと思って、ああいう感じでごめんなさいって言いながらもヤンキーをスコリに、まあ、スコってまいよったんじゃ、うん、そして他の他の罪滅ぼしの方法としてお金を渡したこともあった。それを見よった、あの公園で見たんがそれだったんじゃ。しかし先輩はもう気にしてないよと新之助くんに言ってくれてる。許してくれてるんだな。そういうことね。これが俺の生まれた理由だ。じゃあ君が何人もヤンキーたちを襲っていたのは。もちろんさゆりを襲ったやつをぶちのめすためだ。うん、サユリが夜道で襲われたとき、あたりは暗くて、そいつが誰なのか分からなかったらしい。だから俺は手当たり次第に、それらしい奴をぶちのめしていたんだ。それはダメだろ。シンプルに言おう。それはダメだろ、お前。復讐相手分かってないうちに片っ端に沈めていくの。それはどうかと思うよ、しんのすけくん。なんてまあ、大胆ですね。
じゃあ、あの公園で渡してた金は？ああ、それはヤンキーたちから巻き上げた。いや、しんのすけ、お前が悪者みたいに見えてくるわ。大切な女のためにの仕返しだとしても、お前、それはお前がダメだ、お前が悪に見えてくるわ、お前、それ。だってさ、復讐した、復讐の相手一人だとしてさ、うん、そうじゃない人間がたくさん救われるわけやけんな。アマツさえ救った後に金山巻き上げとうわけだろ。それは受け取らんわ、そりゃ、さゆりさんも受け取るわけないだろ、お前。あのお金で少しでもさゆりの治療の足しになればと思ったんだがな。まあ、何度私でも受け取ってはもらえなかった。当たり前だよ、お前。そんな大金どっからポンって出てきたんだって話になるからな。知っとうかわからんよ。巻き上げて手に入れたお金かは知っとうかわからんよ。知っとったとしたらなお受け取らんわ。なるほど。すべては罪滅ぼしのためにやっていったわけだな。ねえ。何？俺はこれからどうなるんだ？これから？ドッペルゲンガーの君は浄化されて、しんのすけくん本人は助かるはずだけど。そうか。それなら、お前らに頼みがある。このまま俺を浄化しないでおいてくれないか？え？そんなことでき、ありなの？え？お前、自分が何言ってるか分かってんのか？ドッペルゲンガーであるあなたを浄化しないと、本人である九条慎之助は死んでしまいますよ。それでいいんだ。よくねえだろ。え？何言ってんの？ちょっと待ってよ。どうして死ぬなんて。俺は、取り返しをつかないことをしてしまった。あいつは俺にずっと優しくしてくれてたのに、いつも俺を正しい道に戻そうとしていてくれたのに、俺はもうこれ以上あいつに迷惑をかけたくない。もし俺が助かったら、またあいつは俺の世話を焼こうとする。俺はあいつにもうそんなことをさせたくない。だったらもういっそ俺が死んでいなくなった方が、せめてものを償いに。それを聞いたらさ、さゆりさんはどう思うよ。それこそ泣くぞ、お前。さゆりさんは泣いてさ、それだけはやめてって止めに入るぞ。しんのすけくん、そんなの間違ってる。え、死ねば償える？そんなことを本気で思ってるの？さっきから聞いていれば、いろいろ自分勝手すぎない？私はさゆり先輩のことはあまりよく知らないけど、先輩と話しててあんたのことを恨んでいるなんて一切感じなかった。むしろあんたを心配してるように見えたよ。心配？そうだよ。多分先輩はあんたのことをずっと気にかけていたんだ。その証拠に、先輩は陸上部の人たちにマネージャーに転校する理由を言ってなかった。それってあんたを守るためだったんじゃないの？そんなの綺麗事だ。左右は俺のことを。ったく、この泣き虫、ほんとめめしい男。え？てかさ、もしここであったら死んだら、それこそ先輩は責任を感じるんじゃないの？そうだぞ。先輩は全然恨んでなかった。だからこそあんなに笑顔でお前と話してくれてたんだぞ、お前。それがお前がネチ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 と自分で一人でさ、悩み込みやがって。どんだけ自己中なんだよ、あんたは。とにかく、私もこんな偉そうなことは言えないけど、ちゃんとさゆり先輩と話しなよ。お前、そうだよ。まちちゃんはさ、自分でさ、直接償うことをさ、選んだ。
だからさ、いつも毎日毎日会いに行っきょんよな。ハク様に、ハク様に、ごめん。そのハク様の本当の名前って何だったっけ？ごめん、何ちゃんだったっけ？ハク様って、見た目がハクだったからハク様って呼ぶけど、なんて名前だったっけ？ごめん。忘れたわ。うん、そういうことです。そうだな。お前の言う通りだ。俺は、めめしくて、本当に自己中だ。そして、この後に及んで、またさよりを傷つけようとしてしまった。すまない。ふん。それは私に言うんじゃなくて、サイリュー先輩に言う言葉でしょ。確かに。そうだな。しんのすけくん。おい、そこの管理人。あ、なんだ。俺を浄化してくれ。え？ということは、生きることを選んだんですね。ああ、そうだな。おい、そこのチビ。わ、私？ありがとうな。別に私は当たり前のこと。いいよな。この一つ前のショーでさ、過ちを起こした子がさ、次のショーで過ちを起こした子に対してこうさ、説教するっていうシーンもなかなかいいもんやな。変わったなって思うもん。前のドプロゲンガーだった人が。どうやら話はまとまってようよな。あ、ようやね。ちょっと待って、今関西弁だった。ちょっと。なんで今ちょっと関西弁で呼んでしまったかな、俺。まとまったようやなって。関西弁キャラにしたろうかな、猫ひかのこと。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。それでは浄化を開始します。よっしゃ、穏やかな笑顔で浄化されていきます。浄化完了。よっしゃ。うん。そして、しんのすけくんのドッペルゲンガーは光となって消えていった。浄化完了です。なんか疲れた。なんか疲れた。あれ？はあ。こっちじゃ。あれ？今よく考えたらまっちゃんの声間違えとったんやけど。へえ、なんか疲れたって読みよったんやけど、本当は。へえ、なんか疲れた。こっちだった。今更ながらまっちゃんの声間違えてたのに今気づいたね。どうでもいいか。しんのすけくんを説得できたのはまっちゃんのおかげだね。別に、私はたったムカついただけというか。とにかく自分が言いたいことをぶちまけただけ。次、しんのすけくんと会うときは気をつけないとですね。自己中とか言ってしまってたし。あ、やば！あいつが根に持つタイプだったらどうしよう。そんなことで怒るタイプじゃないと思うけど。そうだよね。まあ、いろいろ言っちゃったけど。しんのすけって見た目の割に本当は真面目でいいやつなんだなって思った。そうだな。うん、全部さゆり先輩のことを思っての行動だったもんね。なんだなんだ、お前らずいぶん仲良くなってきたな。青春ってやつですね。いいな。うん、キュートさんもこっちに入りませんか。このゲームおっぱい大きいキャラクター少ないんで結構重宝されますよ。まあ、お前には友達なんていないもんな。いないんだ。ご調子で引き続き頼むぜ。それでは約束通り、あなたの記憶を戻しますね。うん。じゃあ、行くぜ。さて、今回はどんなものが見えてくるのか。学生、友達か？今日もみんなで遊んで楽しかったな。まさき、あ、前回の記憶取り戻した時にできたな。ああ、明日も遊ぼうぜ。いいね。まさきくんはすごいね。頭もいいし、友達も多いし、
みんなをまとめるリーダーって感じで、お、女子にもモテるし。なんだよ突然。それに転校してきたばかりの俺を誘ってくれて、こうやって仲良くしてくれるし。そんなに言われると照れるな。本当、まさきくんってスーパーマンみたいだ。ははは、よせよ。俺スーパーマンよりもアイアンマンの方が好きなんだよ。あ、そういう話じゃないっす。正直、家では全然そんなことないんだよ。え？うちの親、市議会議員でさ、かなり厳しいし、世間体をかなり気にしてて、家では親の言いなりのいい子なんだ。そうなんだ。まあ少し厳しいけど、そこまでひどい親じゃないからね。迷惑はかけられないから家ではおとなしくしてる。まさきくんにそんな一面があったなんて意外。でもとにかく俺はまさきくんたちと友達になれてよかったよ。どうしたんだよ突然。おい、二人とも早く行くぞ。あいつらも呼んでるし早く行こうぜ。うん。はっ。なるほど、なんか昔の中学ぐらいの頃かな。昔のなんか楽しかった頃の思い出みたいな感じなんだな。俺は目を覚ますとバーのソファーで横になっていた。え、今の記憶は？またまさきくんという子が出てきた。おそらく俺の中学時代の記憶だろう。全然謎がわからねえな。なんで脳病気が記憶を失ってるかっていうヒントが全く出てこないな。これはもしかして最後の最後でさ、尋問してさ、当てていくような話になっていくんじゃないだろうかってなってしまう。ヒントが少なすぎるわ。それから数日後。ガッチャ。ただいま。おかえり。あなたにお客さんが来てるわよ。あ、この流れだったらあれか、しんのすけかな。やっぱりなんかいつもさ、わっ、しかもこれさ、俺もオカルト部に入ってやっからよみたいな。そんな長いな気がする。君はどうしてここに。お前らには世話になったしね。礼くらいするのが筋ってもんだろ。そっか。だったらイルローザでケーキ買ってきてくれ。その後、さゆり先輩とはどうなったの。ごめん、変なことを聞いちゃった。いや、すまねえ。俺は何か聞かれたりするとつい反射的に言葉が出ちまうんだ。嫌な癖だな。直した方がいいよ。それが癖になっちまってて。そうなんだ。さゆりとはこれから会う約束をしている。これから。ああ、正面からもう一度謝ってみるつもりだ。たとえあいつが許してくれるとしても、俺のせいであいつの努力を無駄にしちまったのは変わりねえ。その罪は一生忘れねえし、償っていくつもりだ。そっか、向き合う覚悟か。こいついいやつやな。ちょっと荒っぽく見えるけど、めっちゃいいやつやな。ところで今日はあの虎のやつつけてないの。まあお前らには感謝してる。ありがとな。俺は別に何も。そうだ、これ。これってお菓子？あ、ほんまにケーキ買ってきてくれた。うちの家和菓子屋なんだ。オカウト部のやつらで食えよ。いいの？ああ、渡してんだからいいに決まってんだろうが。ごめん。ありがとう。いただくよ。用も済んだし、俺はもう行く。邪魔したな。あれ？オカルト部には入らんの？お前はオカルト部に入らんの？あれ？まあいいか。あ、待って。あ、なんだよ。これ、
あげるよ。なんだこれ。それはオカルト部のバッジなんだけど、しんのすけくんはオカルト部に入るつもりはない？あ、こっちから聞くんじゃ入ってくれそうな流れなのに入ってくれないから、ちょっとこっちから聞いてみる感じかはっ、俺がオカルト部に。いや、そのもしよかったらだけど。何すんだよオカルト部って。うん、いつもシローがファミコンばっかやってるわ。ドッペルゲンガーの事件を調査したりとか、いっぺんに説明すると難しいんだけど。いいぜ。あ、入るんかい入るんやえ、別に入ってもいいって言ってんだよ。本当に？でも大丈夫なの？ボクシング部の方は。入ってねえよ。本当にってどういうことだよ。いや、意外にすんなり OK してもらえたから。まあ、お前らには借りがあるからな。借りは返すのが男ってもんだろ。しんのすけくん、ありがとう。きっとみんなも喜ぶよ。ふん、とにかく俺はもう行くからな。うん、じゃあまたな。まさかこいつが入るとは思わんかったな。しんのすけくん。ふーん、彼磨きによらず誠実で可愛い子じゃない。正直あんたも友達の中で一番タイプかも。狙わないでくださいね。あなたが男のことを狙ってたら係数沙汰になりますよ。アブさんってやっぱりそっち系なんですか。ふふ、さあね。それじゃあ今からちょっと外に出てくるから留守番よろしくね。はい。そう言うとアブさんは店を出て行った。はあ。静かな店内で俺は深くため息をつき、以前届いた謎の脅迫文を取り出した。この送り主不明の手紙、これ以上邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。邪魔をするなか。邪魔ってずっと何のことを言ってるのかわからなかったけれど、もしかしてこれってドッペルゲンガー退治にらが関係してるんじゃないか。これはあくまで推測でしかないけど、俺に手紙が届いたってことはドッペルゲンガーが関わっているとしか思えない。だって俺は友達いないもん。じゃあこう手紙の送り主は、お前にドッペルゲンガー退治をやめろと警告しているのか。もしそうだとしたら、手紙の最後にあるこの一文、もし警告を破ったら覚悟しろ。このままオカルト部の活動を続けたら何か危険なことに巻き込まれるんじゃ。でもドッペルゲンガーを退治しないと俺の記憶は戻らない。俺は一体どうすれば。ワンチャンさ、お前が記憶を取り戻した時、お前の精神は壊れてしまう、だから記憶を消してやったんだっていうパターンかもしれんな。考えすぎかな。はあ、ダメだ。なんだか考えすぎて頭が痛くなってきた。今日はもう休もう。そして俺はそのままソファーに倒れ込んで眠りについた。なんだ、まだなんか記憶を思い出そうとしてる。ん、ここはどこだろう。なんか京都っぽいな。鈴の音？ん？あれは鳥？ここって一体どこなんだろう。おい、早くしろよ。この声は。はあ、はあ。ほら、置いてくぞ。待ってよ、みんな。急がないと。あれは。
俺だ。ということは、これも俺の記憶なのか？なんだかすごく懐かしい気がする。ここは一体？京都出身だったの？信行。あ？今のは夢？まさかこんな形で記憶が戻るなんて。でもあの記憶は一体？ちゃんと管理しとけよ猫彦。こんな簡単にガバガバに記憶出てきちゃったよ。ダメだ、これ以上は何も思い出せない。その時だった。俺は妙な視線を感じて扉の方に目を向けた。何？あれは？めっちゃ怪しいやつ出てきた。めっちゃ怪しいやつ出てきた。うわー。え？誰？その人物は何も答えずこちらを見つめている。誰ですか？もうバーは閉店してて。手紙ちゃんと届いたか？手紙？あの脅迫文を書いたのは。ああ私だ。手紙の書いた通り邪魔をするなと言ってるだろう。邪魔って？それは俺がドッペルゲンガーを退治してることが関係してるのか？ああそうだ。やっぱり。一体お前は何が目的なんだ？私が目的はお前らがドッペルゲンガーを退治するのを止めること。だからこれ以上邪魔をするならただじゃ済まないぞ。そしてもう一つ警告しておく。今日ここで私が会ったことは一切誰にも言うな。もちろんオカウト部のメンバーにもな。もし他人に漏らしたらオカウト部のメンバーも危険な目に遭うぞ。そんな誰なんだよお前は。いいか、私はお前らを監視している。いつでもお前らを殺せるんだ。裏社会の人間だこれ。いつでもお前らを殺せる、監視している、いつでもお前らを殺せる裏社会の人間。やばいわ、裏社会に目をつけられてしまった。そう言うとその謎の人物は扉を開けて出ていった。待て。俺は慌てて店の外を確認した。あれ？いない。どこに消えた？あいつは一体何者なんだ？俺はその後一睡もできず夜を明かした。何なんだよあいつは。何なんだよ